はい、こんばんは、竹下達です。本日ね、皆様のおかげで、YouTube でですね、再生時間が、4000時間を超えました。本当にね、これも皆様のおかげです。誠にありがとうございます。失礼。ここまでの道のりはとても長かったです。ちょうど、音楽活動をね再開して、約1年、本当に一生懸命、頑張ってまいりました。皆様のね応援があって、ここまでやってこれたなと思います。本当に嬉しくてね、こんな日が来るっていうのはね思ってなかったんです。ただね、僕ね、夢で見たことは必ず実現するんですよね。いいことも悪いこともね。ちょうど昨日かな、4000時間を超えて、YouTube で収益化できる夢を見たんですよね。で、今朝起きてみたんですけど、やっぱり3999時間から進んでなくて、やっぱりそのギリギリのところでね、なかなかうまくいかないものかなと思っていたんですが、ふと夕方ごろに、ちょっと遅めのね、ランチを食べまして、その後ふと見てみてましたら、4000時間を超えてました。実際の収益自体はね、微々たるものだと思うんですが、それでもね、なかなかその音楽だけで食べていくというのはね、非常に難しいんで、多少何ともね、そういった形で収益が上がるっていうのは、とてもありがたいことです。この1年間ね、僕のチャンネルをね、見て、そして聞いて、笑ったりね、下手なギターだなとかね、下手な歌だなとか、そんなことをね思いながら、見てくださった方々に本当に改めてね、お礼申し上げます。ありがとうございます。これからね、10月に入って、少しずつ寒くなっていくと思うんですが、コロナウイルスもねなかなか収まらないですね。そんな中ね、うちの、こちら、某 IT 企業で、作っていただいたバナーもね、ちょっと綺麗にしてみました。ちょっと見栄えがいいんじゃないでしょうか。はい。これからもね、頑張っていきたいと思います。本当にね、感謝の一言でしかありません。今後ともね、よろしくお願いいたします。改めて、竹下達でした。今後ともよろしくお願いいたします。それでは失礼します。See you next time です。